身長ビヨン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長で増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのは身長先生式成長ホルモン治療、ズバリなんですけど、治療効果はってところで説明していきたいと思います。で、何センチ上乗せできるのかってところですね。で、これに関して言うと、5年で、とかあと早熟なのか晩熟なのかとか、まあ、そういったところの話がいろいろ変わってくるので、まあ、今回ね総合的にご理解いただくっていうところで、まあ、少しざっくりした説明なんですけども、まあ、目安としてなんですけども、だいたいプラス3から10センチくらい、そういうふうにご理解いただくといいかなというふうに思います。プラス3から10点ね、ずいぶん幅が広いなってところで皆さんも少し驚いちゃったかもしれません。プラス3センチはどういうことを意味しているかというと、約1年間成長ホルモンをやっていただくとプラス3ぐらいできるでしょうというふうにご理解いただくといいと思います。例えばもののデータによると、2年間治療すると、まあ、1SD 改善するなんて言われたりもします。で、 1SD というのは男の人と6センチくらい、女の人5センチくらいなので、まあ、例えば6センチを2年間で獲得と、それ2で割ると3センチと、ただし1年目では治療効果高くて、まあ、2年目2倍、ちょっとややこしいんだけども、まあ、6センチのうち4センチぐらいだって1年目に獲得するんですね。そういった意味でも、まあ、3センチぐらいはね十分獲得できるでしょうというふうに説明することも多いです。一方でじゃあプラス10センチっていう例ですね。これらに関して言うといくつか条件が整う必要があります。まずは、まあ、例えばですけど長期的に治療すればプラス10センチいく可能性はあると思います。例えば5年とか6年とかやれば当然10センチ獲得できるかもしれません。160になるとか170になるとか、そういったふうにご理解いただいてもいいと思います。ただなかなかねそういった条件を整うことは難しかったりとか非常に高額なので、条件が揃わないことも多いです。一方ですごく効果が高いのが年齢が若いというですね。例えば5歳とか6歳ぐらいからやるともう本当に成長シートでグラフがねゴーンって移動するんですよね。ああいうの見たりすると非常に治療効果高いなってところで、まあ、そういうふうに年齢が若い時はですね、そういうふうに10センチ目指せますよという説明になります。一方で早熟のお子さんに関して言うと治療効果がすごく高いです。実はねこれに関して言うとね、というのも、ベースの予測がすごく低くなってしまうのでその差が大きいって意味ですね。シンプルに単純な成長ホルモン治療だけでいくと早熟と晩熟だと晩熟の方が治療効果高いです。一般的にはね、まあ、なぜかというと早熟の人ってのはさもうさすぐさ終わっちゃうからね。ただし身長先生式成長ホルモン治療っていうのは成長ホルモンと春季コントロールするお薬とあと栄養補充と生活習慣を全部総包括的に治療していくので、逆に言うと早熟の子に関して言うと治療効果めちゃくちゃ高いです。例えば、まあ、一番いいタイミングなんかで来てもらうと、その男性ホルモンをしっかりと抑えてあげて、それで成長ホルモンを投与してあげて栄養補充してあげて生活を改善したりするともうすぐ差が出てくるので、例えば160になるよというふうに言った子がもう170とか175になったとか、そういったケースも当院にはしっかりとありますので、最大10センチというふうに考えていただくといいと思います。それではまた。